今日は英語の楽曲の中からちょっと古い曲なんですけれどもリチャード・マークスという方がいてこの方の「Right Here Waiting for You」という歌の歌詞から英語を学んでみたいと思います。 っていうふうに思えまあこれから順を追って英会話の役に立つことをやりたいと思っています。でどうしてリチャード・マークスを選んだかというとすごくこの方の発音が綺麗なんですね。でこの「Right Here Waiting」っていうところなんですけど「I will be right here waiting for you. I will be right here waiting for you.」 というこれがすごく印象に残る言葉なんですねで、この I will be right here waiting for you この文章の中にはたくさんの公文、えー、日本人が英語を学ぶのにちょっと苦手なものが含まれています <laughs> I will be right here waiting これはどういう意味なのか今日皆様にお伝えしたいのは、えー、Google 翻訳を使って英語を学ぶということです これを皆さん活用してくださいで、えー。英語がうまくなっていただきたいと思います。今、打ち込んでます。I will be right here waiting for you. さあ、日本語ではどういう風になっているでしょうか私はこ。Please repeat after me.I will be right here waiting for you. I will be right here waiting be here for you. 私はここであなたを待っていますという意味なんですね。あなたを待ち続けるでしょうということなんですが簡単に日本語でこれを打つと I'm waiting for you here. I'm waiting for you here となってちょっと違うんですよね。ででは 意志待つでしょうとなるととなりますちょっとはいずっと待つでしょうあまあちょっと強すぎるかなと思うんですけどこういうふうにちょっとしたニュアンスで変わります まあこれ一番一般的です。今回は Google 翻訳の使い方もっといろんな使い方があると思うんですけれどもこれ、あのー、発音もやってくれるのでこれで、えー、皆さんちょっと 遊びながら英語を勉強してみてください、えー。この他にも今は翻訳がすごく発達しています。私もあのアメリカの知り合いにメールをするとき、えー、ミススペルやスペリングですね。あとはあの言い方がおかしいのを全部訂正してくれるんですね。だからあのとても助かっていますが、あの。 反対に機械の方が賢いいななんてて思ってしま,います。えー、このようにパソコンこれはあの Google 翻訳は、えー、スマホでもタブレットでもやれますし、えー、皆さん時間があった時にもしなんか「あこれって英語で何て言うんだっけ?」って思った時にこの Google 翻訳を使って、えー、ちょっとあの英文にしてみてください。英語には 現在進行形という構文があります。これは B 動詞プラス動詞に ING をつけるという決まりがあります。これでを食べているところです。I am eating lunch. I am eating am lunch となります。で 何気なくあの日本語の会話でも使っているんですけれども英語になるとちょっと戸惑う,戸惑うことがありますね。で例えば電話などで「ねえ今何やってる?」っていう風によく聞きますよね。そういう時には「What are you doing now?」What are you doing o n っていう風に現在進行形で聞きます。Are you What are you doing? do に ing がつって、What are you doing right? doing now 今何をしてますかっていうふうに聞きますよね。これが現在進行形なんです。で、ややこしいことに現在進行形の形のとって、これで自分のしたいこと、意思、するつもりだというもう一つの意味もあるんですね。だから、 I am going to be a doctor in the future. とか私は医者になる,なる将来医者になるつもりだ。I am going to be a doctor というふうな意思を表す場合もあるんですね。で、このリチャード・マークスの、uh, I will be right here waiting for you というのはこれはもちろん、うんまあ、意思 あなたをずっと待つつもりですっていうことなんですけれども今も待ってるんですね。今もあなたを待っている。つまり「I am waiting for you now」。今あなたを待ってるんです。でもあなたは来ないんです。っていうことであなたが来るまでずっとここで待ち続けますっていうことで。 将来もここで待ってるよということで「あのビル」という助動詞これは未来を表す助動詞動詞を助ける動詞が入るわけですねこれ未来を言ってるわけですねこれから先で「I will be、uh, waiting for you」でいいんですけれども「I will be waiting for you」「今 I am waiting for you」なんだけどこれから先も「 君を待っている。あしつ,しつこいですよね。i will waiting i will be i will be waiting for you。で、この right here というのは、この場所に。通常だったら、来ないんですね。i will be。 waiting for you right here というふうに後ろに来るんですけれどもあのリチャード・マークスはこの right here を強調したくてここの be と waiting の間に right here を入れたんですねこれ強調文なんですがここにも入るっていうことですねこういう場所 right here とかでまあ福祉みたいなものなんですけれどもそうすると I will be right here waiting for you でこの right here もくせ者で here でいいんですよね。I will be here waiting <laughs> でもちょっとおかしいんですよね。I will waiting for you here でいいんですね。I will waiting for you here ここでずっとあなた君のことを待っているよ待ち続けるよということなんですけれどもこの right っていうのは右左の右ではないんですね。まあ、正しいともありますけれども 強調する。まさにここで君を待ってるよ。まさにここにっていう時に right here という風に強調するために right っていうのを here の前につけます。たった今っていう場合は now ではなく、now なんですがたった今を強調したい時は right now っていう風に言います。例えば子供に今すぐ宿題やりなさい。 今すぐっていう時 right now do your homework right now っていうふうにこの right now というとですね会話でえこういうふうに言うんですねでこの right here とか right now っていうととてもかっこよく聞こえるので皆さんもお,お使いくださいこういうふうに強調するやり方ですあのリチャード・マークスに戻ります I will be right here waiting for you これには未来形のビルで、えー、これからずっとその動作を続けるよという進行形を続けるよということで be waiting for you wait for というのは熟語です誰かを待つときは wait だけじゃない I wait you ではダメです wait for you for という前置詞を入れてください wait for you であなたを待ちます wait for him 彼を待ちます wait for her 彼女を待ちまますすいう,ふうになりますねで、えー、この「wait for」これ熟語が入って「you」でこの「right here」この「here」の協調形の形いろんな要素がこの一つの文の中に入ってるんですねよかったらぜひこの,あのリチャード・マークスの「uh, right here waiting for you」をお聴きくださいとっても綺麗なメロディーですもう一回聴いたら耳に残る ものだと思います。ね、もう一曲いい曲があるんですけれども、あのとてもゆっくりスローなメロディアスなあのバラードなので聞きやすいのでぜひお聴きください。今日は、I will be right here waiting for you。 ちょっと難しい要素がたくさん入ったこの文をリチャード・マークスの歌の歌詞から取ってみましたこのようにあの自分が興味を持った歌の歌詞から英語をこう分析していくっていうのもいい方法なのでどうぞ使ってみてくださいいかがだったでしょうかまたやってみたいと思いますのでよろしくお願いします I see you later. Bye.